なんかあの新潟の時一緒にやってた小川義澄選手って、今選手じゃなくて今引退しちゃって監督やってるんですけど、ズミさんに俺めちゃめちゃお世話になってたから、新潟の時にいろんな話を聞くわけですよ。そうで、あのストイコビッチが監督の時、ズミさん名古屋にいたんですけど、その時の話を聞いたのをちょっと今思い出したんで話すと、なんつったんや、なんかカットインかな、中に守備は、サイドハーフの守備は中に行かせるなみたいな、絶対中に行かせるなって言ってたのかな。なんかやっぱ外人の監督って自分で決めたことをやってもくれればそれでいいって、それ以外で点取られたらもうそれは仕方ないみたいな感じなんですよね。ちょっとこれ合ってるか分かんないんですけど、確か中行かれる中、なんかそういうこと言ってて、中行かれて得点取られるのはすごい怒るけど、中行かれないで中切って、でもそっからすっげえシュート打たれたらもうそれは仕方ないと、でもそれは俺のやり方だから、それやってくれたお前は何も問題はないっていうのを言ってたって俺聞いたことがあって、確かそう、中行かせるなって気がするんですけど、ちょっと後で聞いてきますね、これズミさんに。そう、そういうの言ってたんで、やっぱチームの決まり事はあるから、それ以外で点取られるのはもう仕方ないとっていう監督の方が多分選手はやりやすいから、そういうのはすごいいいなって思いますよね。